はい、というわけで今日は浅草の東洋館に顎のネタをしに来ました。フェトさん、今なんでここで聞こえてるんですか？ここで、いや今いっぱいいるから、なんか中野 TWL っていうところから出てきた時、なんか学歴以外の言わない、なんか申し訳ないな、それほどのものでもないって思っちゃうっていうか、何もしちゃいけないらしいんだけど、そういう癖がついてるっていうかね。今楽屋と楽屋の間の廊下みたいなところで聞かれてますもんね。いつもこういう感じなんで、ここで。はい、どうもよろしくお願いいたします。どうも、いろんな有名人の顎の真似をさせていただきます、平田記者と申します。まずはじゃあですね、竹中直人さんの顎行きたいと思います。ふざけたねえぞバカ野郎。 S さんブテナミブテナロック。恥ずかしいや、頼れるのモビット。笑点の春風亭昇太師匠が最後唇がですね、あの舌がペロッと出る瞬間いきたいと思います。どうも春風亭昇太です。いや、この前ですね、あの胃の検査したんですよ。そしたらですね、僕の胃の中は真っピンク。それじゃダメじゃん、春風亭昇太でした。いいですね。さあ続いてですね、もうあの京都ではですね、ちょっと餌があんまりもらえなくて最近は困ってる。ちょっと6時のニュースやりました。鹿を行きたいと思います。あ、意外にですね、この鹿はですね、角折られてるんですもん。あまりにもクレームが来すぎて。じゃあですね、犬10連発行きたいと思います。まずはシーズン、暑くて困ってるシーズンの鳴き声です。プードル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 。お待たせしました。水を飲みたがってるシーズン。シーズンのミックス系ムーチョ君。してる人にしか見えない、実は人にしか見れない、夢に出てきた悪い花です。幻覚症状だよ。さあここまで来るとカマキリも行きましょう。以上、平田記者でした。どうもありがとうございました。Yeah.
僕には今のところ今いないですね。はい、ヘイが来たんです。はい、お疲れ様です。